仕事帰りの10日最終ということで、7時半、まあこれからまあ2時間ぐらいですかね、この山に向けてぶっ放そうと思います。ぶっ放すライトはこれ、70ワット7インチ。それからもう一丁、こっちは70ワット9インチ。こっちの方がね、強烈ですからね。まあ、あの山のこの辺りに向けてぶっ放して、こっちはちょっと下あたりですね、このあたりぶっ放そうと思います。ほいじゃあ行きまっせ、スイッチオン。ちょっと上かな、このあたりか。お、いいね、いいね。さあ、そしてこっち、スイッチオン、ブラシー。この辺り行こうか。よっしゃ。さて、どうなることやら。また飛んでくるたびに実況していこうと思います。早速小物たちは集まってきました。釣りで例えるとスズメダイみたいなもんでしょうか。めっちゃ明るい。こちらが7インチ70ワット、こんな感じですよ。でこっちが9インチ70ワット、一直線って感じですね。すげえ。いやー、まあ、今回このポイントを選んだ理由はもうだいぶ前ですけどね、あっくんと日中探索してて、いいアカアシクワガタを何匹か捕まえたところがあの光の向こうなんですよね。そんなもんですから、今日のメインターゲットはアカアシです。そう、パパさんみたいにアカアシ祭りになると嬉しいんですけどね。まあ一匹でも嬉しいかな。まあ他にもどんなのが飛んでくるか楽しもうと思います。バス釣ったよ、ほら、やったぜ、カブトメス。おっしゃー、開始30分まだ経たないうちにまず一匹目来ました。おお、おっと、これまたあれじゃないですか、コガネムシ来てました。コオロギ、あ、またブーンとか言ってるよ。あ、なんか飛んでるね。お、あ、さっきのメスかな。向こうから飛んで寄ってきてますね。いやー、面白い。
30分経ったので周辺定期チェック。黒光ってるよここ。あ、これメスだべ。あ、何のメスこれ。でけえぞこれ。あ、え、あ、ミヤマのメス来ました。おお、いてぃ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 て、ちょっとメスはいてぇぞこれ。いてぃ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 、ちょっと、なんかパチ打たよ、また。これ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 。おおおお、拾ったー。おーっと、一瞬若足かと思った。そんなに大きくはないけど。平たきました。ふぅ。また何か来たよって、これ黒カナブンじゃないか。全然違うね。おお、ちょっと焦った。いやー面白い。見てこれ、 HID の天の川っすよ。お、飛行機まで寄ってきたよ。こんばんは。1時間経過。今んところ深山のメスと平田と兜のメス。ちょっとこっちのライトを向こうに向けてみましょうか。ジャキーン、あっち。あ、いいとこ行ってるよこれ。よし、これでちょっと様子を見てみましょう。あ、これはなんだ、これはなんだ、なんかでっかいのが寄ってきてるよ。回りながら映ってるかな。ガーちゃんかなこれ。これこれ。あー、ガーですね。ブーンって音がしない。これか。森の美魔女来ないかな。すげえよ、しかしこれ。シーズンオフは釣りでも使わせていただきます。来たよまた。ほら、コクワ。おかしいぜ、ちょっと人の声がするんだけど。ちょっとおかしいよ本当に。なんだろう。好きに悪いんだけど。おいおいおい、まあもうちょっと楽しんでいこうとは思います。定期チェック。
これはさっきの平田でしょうね。カブトのメスがどっか行った。ミヤマもどっか行きましたよ。昔はこの山にはいなくなったのかな。おっと、エビちゃんも登場。ってことで終了です。いやー、思ったほど飛んできませんでしたね。あー、まあでも楽しめました。スイッチオフ。こっちも、はい。じゃあちょっとスイタガがどっかに飛んでいくまで、この近くのねクヌギをチェックしていこうと思います。ここはどうだ。お、まずカエルちゃんから。このクヌギはどうかな。スズメバチはいるけど、ゾウムシ、あら、カナブンもいなくなってた。じゃあ一番はやっぱりこのアキニレかな。あ、いました。平べったクワガタでしょうね。そんなに大きくはない。あ、あそこにもカブトとコクワですか。おー、他はどうかな。この下も、あ、なんかいる。ああ、隠れていったね。ん？トラップ仕掛けたところ、ノコギリが入ってたところです。いやー、この時期にしてまだまだいますね。仕事帰りの透過チェック、これにて終了。ご視聴ありがとうございました。うわぁ、見てこれ。ドア開けたくないよ。てかこれ全部カーじゃん。やばっ。